なだれ定石は、以後の定石につけられた俗称の一つで、古目への一見だかがかりに下付けする形から、発生する定石を指す。最初から接触線となり、また変化型が多い南海定石の代表の一つ。石が接触しながら、戦いになっていく様を、なだれと形容された。命名者は三掘り進む。定石として研究されたのは昭和になってからと、新しく、 現代でも多くの変化が生まれ続けている。また大型定石となる形も多く、周囲に石がある場合には、潰れとなる可能性もあるため、周辺の排石に注意して着手を選ぶ必要がある点でも難しい手法と言える。基本型は小目に対する一見高がかりに黒1と下付けした場合に白に白4とする形。 プロ騎士はかつてはこの形を白の悪形と考えて打たなかったが、アマチュアの間ではかなり打たれていたと思われる。昭和になってアマチュアからこの形について質問を受けた長谷川明名誉八段が調べてみると意外に難しいことに気づき、研究して実践で用いて常石化された。黒からは感銘に分かれる形も選択できるが、戦いになる形には、 小なだれ定石、大なだれ定石がある。この形からの黒の王子は AE があり、黒 C なら、小なだれ定石、黒 D ならば、大なだれ定石に進行する可能性がある。なだれの命名者は合成源とも、囲碁ライターの3掘り進むとも言われている。黒1と告げば、白2と伸びるくらいで、黒3、白4などとなれば、感明な別れとなる。 白は黒3まででの手抜きもある。黒1の2段羽根はある形で、白2白6までと、黒1を捨て石にして穏やかな別れを得る。黒1と打てば、白2黒5となり、粉だれ定石と言われる形となる。この後、市長関係や周囲の状況に応じて、険しい接触線となる。黒1と1本伸び、白2を待って、黒3と跳ねれば、以下白4白6となり、 大なだれ定石と言われる形となる。この後、黒 A の内曲がり型、黒 B の外曲がり型の2種類の選択肢があるが、どちらも難解な超手順の定石となる。初期は外曲がりが打たれていたが、合成源により内曲がりが打ち出された。また黒1の時点で白が手を抜くこともある。上手白2に、 下袋1と辛抱すれば、これ以上白から隅への追求はない。白はここまでの形を聞かしと見て満足してこれ以上は打たないか、白に白4と打つ手などが考えられる。大な誰かたちには、現在も続々と、新手、新定石が生まれており、最新研究を知らないと、プロでもハマることが珍しくない。2005年に、韓国では、 数の黒1という驚くような手も研究されて打たれている。難解な変化を避けて、白1、黒2とし、白3、またはここで手を抜いて A など変へ展開する手も古くからあり、2006年頃からまた多く打たれるようになっている。黒の下付けに対して、白1と引くでも時々見られる。これに黒2とさらに生えば、白3、白5と大なだれに進む。 小目に対して、白が2剣高がかりし、黒1と角に打った時に、白に黒3と運べば、以下白4白6と、これも大なだれに進む。第4期本因坊戦挑戦手合五番勝負第3局1947年11月25から27日、本因坊君は、北に実る当時は、大なだれに、白1の外曲がりが確かなかった。 黒十八ではその左下に打つのが当時の定型だったが、千番北には黒十八、二十と激しい戦いを挑んだ。しばらく後には白七で十六に跳ね上げる安栄一、草安と言われる手が多く打たれる。五は右上の戦いで黒有利に進むが、中盤から白が追い上げて二百九手間、白二目半勝ち。途中北二が貧血で倒れるというアクシデントもあった。 岩本は最終第5局も勝って、本因坊に連覇。第1期日本最強を決定戦1957年2月21の22日、本因坊収穫、5制限左上の大なだれでの黒1が初めて打たれた打ち曲がり型で、それまではこの手で3に打つ外曲がりが定石だった。その後、白2では白4、黒5を先に打つのが手順。 白10は保留するなど改良されて、上席型となっている。本局の排席では黒有利だが、先番の後が難しい局面を逃げ切って151手まで、中押し勝ち。後は、リーグ戦8勝2敗で、第1期最強位についた。第10期世界5選手権富士通敗2回戦1997年4月14日、王立成隆子光黒一は、 この頃研究されていた外曲がり型の新型。黒15が監守で、白16とかけられて、黒3子が動けないのでははまり形。282手間、白17目半勝ち。だれ定石の指折りの研究家でもあった王はこの大会で準優勝。3掘り進む楽しい囲碁心理学。P41939 年に、加藤真の著書のために、 当時、読売新聞イーゴラン担当記者だったサンホリが仮にこれを流れ型と祝うかと記した。ありがとうございます。